すいません、看板見てきたんですけど。何の用だボズ。僕超能力者なんですけど、自分の力をうまく制御できない時があって怖いんです。危なくて人に向けるもんじゃねえって話したよな。ルール破るのか。モブ、お前そんなに追い詰められてたのか。ところで少年よ、霊能力や超能力がどこから湧いて出るか知ってるか。感情がないのか小僧。恋の悩みだとか言ってたな。なんでそこまで自分に自信が持てるの。愚問だね。僕には超能力があるからだ。全てを支配する力だ。感情だよ、全ては感情が生むものだ。人間が持つ最大の特徴がその豊富な感情だ。感情があるから繁栄もするし争いも起きる。そんな立ちじゃ好きな女と一緒に笑えないだろう。人の感情は他者に呼応する仕組みだからな。多くの感情が波打っている。しかし自ら利用される側に落ち着いている。一緒に泣けない、感動もできない。お前は永久に孤独だ。兄さん。恐怖、不安、怒り、総合的な負の感情が高まってきたな。力の使い方を間違えてはいけない。なんだよそれ、どこまで僕を否定する気は。なあ影山、筋トレを始めたと言っていたな。努力しても所詮その程度ということだ。人はそう簡単に変われないんだよ。もう諦めろ、超能力を使え。出ないと僕はお前を。痛いよ兄さん。変わる。使わない。力は自分のために使っていい。悔しいか、怒っているか、憎んでいるか、恨んでいるか。使え、超能力を使え。力を与えよう。そして負の感情を世界に向けて爆発させろ。みんなを死なすわけにはいかない。僕が本気で戦うしかないんだ。守るためにはたとえ相手がどうなったって。やめとけモブ、お前が苦しくなるだけだ。嫌な時はな、逃げたっていいんだよ。本当は誰も傷つけたくないんだ。でもやらなきゃやられちゃうじゃないか、そう思ったから。みんなを守るためには僕がやらなきゃいけないんだ。今はそういう時なんだ。なのに。成長したな、お前。なんなんだよ勘違い男。てめえどっか行けよ。聞こえねえの？行けって。君は本当にあんな感じなの？うん、あんな感じ。ごめんね。人とのつながりなど意味のないものだ。私は一人で存在が完成しているのだから。違うよ。一応ボスを除けば世界一の自負があるのですが。世の中にはいるんだよ、想像も及ばない力を持つ人が。モブは旗から見れば頼りないが強い力を持ってる。あいつが本当にすごいのは人に感情を伝えられるところだ。それはどんなに取り繕った言葉よりも響く。モブが抱く感情が相手に伝わりさえすれば。勝つとか負けるとか
人と人との関係はそればっかりじゃないんだよ。人は多くの人と関わって成長していくんだ。人には人が必要なんだ。僕はこれがゴミだなんて思わない。捨てるくらいなら僕がもらう。自分の気持ちは大事にすることにしたから。本当にごめんなさい。いいんだ、もう分かったから。何が？人は変われるってこと。人には人が必要。